恋は大げさ。谷川俊太郎。はじめ私は母親の体の中にいた。私の体と母親の体は溶け合っていた。その心よさはおそらく今も消え去ることのない意識下の記憶として私のうちに残っている。私は母親の体から出て私自身の体を持ったが、その体はともすると母親の体の中へ帰りたがった。私は母に甘えた。母は一人の人間であるとともに自然そのものでもあった。陽光に輝くなだらかな丘を見るとき、生臭い海へ歩み入るとき、肌の産毛にそよ風を感じるとき、裸足の足でぬかるみをかき回すとき、私は満たされることのない憧れと渇き、恐れと親しみの混ざり合った気持ちに、快楽と同時に苦痛を味わった。母と一体になりたいという欲望は、自然に溶け込みたいという欲望と区別できなかった。だがやがて母親は、限りない自然としてよりも死すべき一人の人間として私の前に立ちふさがるようになってくる。それは私に人間社会のしきたりを教え、自然の秩序とは異なる人間の秩序の中に私を組み込もうとする。私は抵抗し、抑圧し、受け入れる。私の体が母親の体から出たように、私の心も母親の心から別れ始める。そして私は母親に代わる存在を求める。恋とは、私の体がもう一つの体に出会うことに他ならない。自然と違って人間は体だけではないから、体というとき、その体の宿している心を無視できないのはもちろんだが、心と体はただ言葉の上で区別されるだけで、本来は一つのものだ。しかしまた一人一人に独自な心は人間特有のものであり、その心を支配し、それに支配される万人に共通な体は、人間を超えた自然に属している。その矛盾を生きるのが人間であるとも言えよう。心と体の矛盾に満ちた関係は、人間と自然の矛盾に満ちた関係から生まれた。矛盾を生きることで調和を見出そうとする欲求も、両者に共通なものであるとすれば、恋もまた人間同士の戦いであるとともに、人間の自然との戦いの一つと見ることもできる。そこでの平和がいかに得難いものであるかは誰もが知っている。恋は嫌おうなしに自分を他人と関わらせるが、自分の背後にも
他人の背後にも人間を超えた自然が隠れている。恋する者はいつも相手の向こうに相手を超えた何者かを感じ取っている。その奥行きが目をくらませる。だがそのくらんだ目が普段は見えないものを見る。世界は新しい文脈の中でよみがえる。それが三分よりも鹿にふさわしい高まりを見せるのは当然だ。母親から離れた私の体、心が、母親のではないもう一つの体、心に目覚めたのは、一体、いつ頃のことだったろう。得体の知れぬ欲望が、一方で私を、世界美術伝習に載っている大理石の裸体の映像や、幼友達とのお医者さんごっこに向かわせ、他方で、一人の小学校の同級生の女の子の他の誰のものでもない一つの顔に向かわせた。恋は性に支えられていたが、同時に性を超えようとするものでもあった。恋は宇宙と一つになりたいという心と体ぐるみの人間の最も深いところにある欲望の現れなのか。そうであるとすれば、体の欲望がそのまま宗教に通ずるとしても不思議ではない。私を魅了する一つの顔に、私が見ていたものこそ死と呼んでいいものだったのかもしれない。その顔が時に心とは似ても似つかないものだと知るまでに、どんなに長い時間が必要だったとしても、目が顔に出会う、体が体に出会う、心が心に出会う。言葉にすれば三つの出会いとも思われかねない出会いというものも、実は一つだ。現世で手に触れることのできるのは体だけであるとしても、言葉を持つことのできた人の心は、この世ならぬものまでを日常の中にまざまざと描き出す。人間は他者の体、心を媒介にして自らの死を超えて宇宙に恋することができる。どんなに洗練された恋愛心理の奥にも、荒々しい自然が潜んでいるのを忘れることはできない。私の初めての恋の詩の一つに、私は人を呼ぶ、すると世界が振り向く、そして私がいなくなる、という行がある。他のどんな人間関係にも増して、恋はエゴイズムをあらわにするが、同時にそれは個を超えて人を限りない世界へと導く。その喜びとよるべなさに恋の味わいがある。人は経験によって、また想像力の限りを尽くしてそれを言葉にしてきた。一つの体、心は一つの体、心なしでは生きていけない。その煩わしさに耐えかねて、昔から多くの人々が荒野に逃れ寺院に隠れたが、幸いなことにそんな努力も
人類を根絶やしにするほどの力は持てなかった。恋は大げさなものだが、誰もそれを笑うことはできない。